皆さんこんにちは。こんにちは。都の城島津邸学芸員の米沢といいます。今日は都の城島津邸の収蔵資料展、部が示すものという展示会の解説を、展示資料をですね、4点解説をしていただきます。よろしくお願いします。しかと学んでくださりますな。都の城島津邸での出張解説はこれで2度目にござりまするゆえ、前回よりもパワーアップで参りまする。皆様方こんにちは。本日はこちらの担当を解説させていただきまするが、いやはや私が活動をしているうちに2度もこの担当に相まみえることがかない、私大変に感激いたしておりまする。それと同時に多少は興奮しておるのでございまするが、何故私がこのように気が高ぶっておるのか、これより順に説明してまいりましょう。まず私脇差し無名雷霧丸との共通点を挙げさせていただきますると、同じく生まれた時代は南北朝時代と言われておるのでござりまする。さらにこの担当も無名なのでござりまするな。極めつけは総集伝と極められておるとのことでござりまする。総集伝とはご存知でござりまするか。あ、ではかしこまりました。つまり総集伝とは相模の国、当世でいう神奈川県でございまするな、その地方で活躍されておった総衆貞宗の一派、高木貞宗の作りであると極められておるという意味でござりまする。いやー、ここまで来るととても他人とは思えんのでござりまするが、まあじっくりと見てくだされませ。この担当は総集伝の特徴にも見られる大きなのたれ刃文をしておるのでござりまする。刃文というのは刀剣などに見られまする模様でござりまするな。そこは私の住む派とは違っておるところでござりまする。ぜひ私雷霧丸のまっすぐな住む派も見てみてくだされませな。さあ、そしてもう一つ特徴として挙げられまするのが、胸の方に火が通っておるのがその特徴でござりまする。火というのは刀剣の胸の方に掘られる溝のことでござりまして、刀剣の重さを少しでも軽くするために存在するものでございまする。こちらの担当もきっと今よりもっと太く大きかったゆえに、重くずっしりとした担当だったのでございましょう。ゆえに火が通っておったのでござりましょうが、今は研ぎ減ってしまい、その火も少し削れておるのがわかるかと思います。さあ、私もお肌の手入れにはしかと気を使っておるのでござりまするが、刀剣では肌合いのことを鍛えと申します。私もその鍛えというのは自信があるものにござりまするが、やはりこの担当の痛め肌にはなかなかかなうところはございませる。いえ、いい勝負をしておるやもしれませぬが、何にせよ私はこの担当が大好きなのでございまするよ。ゆえに今年も解説させていただきました。私による担当解説は以上で芝居でござりまする。皆様方ありがとうございました。もう一点付き合っていただきましょうか。さあ、こちらへ来てくだされませ。こちらでござりまする、火縄銃。いやー、刀たるもの火縄銃というものはまこと天敵でござりまするゆえ、少々不服ではござりまするが、仕方がござりませぬが、本日は特別に私が火縄銃を解説して差し上げましょう。さあ皆様方、西洋より渡来し戦国時代の日の下で大きく発達を遂げる火縄銃は、ここ南九州が伝来の地であるとされておるのでござりまする。そしてこの地において独自の形へと進化を遂げた火縄銃が薩摩筒と呼ばれるものでござりまする。しかしながらその実態は長らく謎に包まれており申した。それはなぜか、現存する薩摩筒の数があまりにも少ないからでござりまするな。しかし近年ここ都の城島津邸にて大量の薩摩筒が残っておったことが発見されたのでござりまする。いやー、これは朗報でござりまする。しかし
そのようにたくさんの薩摩筒が見つかるとなれば、その研究は大きく進むことになりまするような。ゆえに本日私がしっかりと解説して差し上げましょう。して皆様方、火縄銃といえばやはり柳川藩主立花家の蔵にもある炭縄という名を持つ火縄銃でございまするな。本日はそのレプリカを持ってまいり申した。火縄銃の炭縄は戦国時代、つまり桃山時代の火縄銃でございまして、こちらの薩摩筒とは実は大きな違いがあるのでござりまする。ゆえに本日はその違いを見比べていただくことにより、皆様方はより一層薩摩筒の魅力を知ることができるのでござりましょう。では皆様方、まずは外側からよく見れるその違いについて3つほど解説させていただきまする。まず一つ目、外部に板バネの見えない内からくりになっておるのが特徴でござりまする。その2、銃身と銃床を固定する目くぎ穴が薩摩筒には存在しないことでござりまする。その3、その代わりに攻め金というバンドで固定しておるのでござりまするな。以上の特徴を見るあたり、薩摩筒というのは日の元にトライしてきた当時の火縄銃の特徴を色濃く残しておるのでござりまする。さて本日はその中でもひときわ目を引く朱塗りの火縄銃について解説させていただきまする。さあ皆様方、こちらの火縄銃には殺臭銃重則という銘が彫ってあるのでござりまする。この重則という御神は石神彦兵衛重則という名でござりまして、鹿児島城下の鉄砲火事として、あれは戦国時代の終わりから江戸時代の初期にかけてでござりまするゆえ、慶長から元和年間でござりまするな、その時代に活躍をされておった鉄砲火事でござりまする。ちなみにこの時代というのは我が殿立花宗茂様や銀千代姫様が活躍をしておった時代と同じ時代でござりまする。一方こちらの火縄銃は江戸時代の中頃、都の城島津家20代当主島津久持殿の射的筒として伝わっておるのでござりまする。ゆえに久持殿が古い銃身をお使いになられ、改めて整えられた銃ということでございましょうな。久持殿は武芸に熱心でござりまして、特に銃を好まれたと聞いておりまする。ゆえに相当なこだわりがあったのでござりましょうな。見ていただくと分かりまする通り、随分と使い込まれて傷んでおるのが分かりまする。ここにも歴史の厚みを感じまするな。久持殿の隣に赤い色の火縄銃が描かれておるのが分かりまするかな。こちらの火縄銃でござりましょうか、あるいは朱塗りの銃がお好きだったのでござりましょうかな。しかしながら私が最も気になっておる部分は板金の金象眼でございまする。じっくりとご覧くだされませ。なんとその文様は雷雲と雷門なのでござりまする。いやーこれは素晴らしゅうござりまするな。火縄銃とはいえの私雷霧丸、どこか親しみを覚えてしまうのでございまする。まこと素晴らしき火縄銃でござりまするな。この赤い色もまたようござりまする。我がご紹介するのはこちら、鉄錆地婚姻糖土師塗り彩道具足にござりまする。こちら先ほど雷霧丸が紹介しておった火縄銃の持ち主と同じ、都の城島津家20代島津久持様のご所用でございまする。こちら江戸時代中期頃の制作でございまする。我が生きておった戦国時代とは地と様式が違うんじゃが、久持様は武芸に大変関心の高いお方でありましたゆえ、そのこだわりを感じさせる甲冑でございまする。まず鉄錆地とありまするが、甲冑はほぼ鉄でできておりまする。ゆえに頑丈でござりまするが、一つだけ欠点があるのでございまする。皆々何か分かりまするか。
そう、鉄は錆びやすいという欠点があるのでござりまする。こちらの甲冑は表面に錆の層をあえてつけており、中の鉄を安定しておるのでござりまする。甲冑は鉄でできておりまするゆえ、鉄の小さなパーツを糸でつないで作っておりまする。ゆえにそのことを脅すと言いまする。これは尾を通すという言葉からこのように呼ばれておるのでござりまする。ゆえにこの甲冑は紺色の紐で脅しておるという意味になるのでござりまする。そして次に塗り彩道とありまするが、これが大変面白き甲冑での、前胴の胸板上部中央が取り外しできるようにした胴のことなんじゃ。甲冑を着たまま懐に入れたものを出し入れできるよう工夫されたと言われており、江戸時代初期に源右衛門瑠璃斎という軍学者が発案したことからこの名がついておる。しかしどう考えても無理があるような気がしての。こちらをご覧くださりませ。これは胴を裏から撮影した写真でござりまする。ここに線があって、これを動かして胸板の一部が外れるようになってはおるんじゃが、手を突っ込んでこの線を外すのも難儀じゃ。しかも表側にはその上から絵側が貼ってあるからの、また難儀なんじゃ。もっと言えば、そもそも城主が戦場にて海中のものを出し入れする必要があったのかという疑問が出てきまする。しかし久持様はこのような工夫を大変喜ばれたのでござりましょう。江戸時代中期頃になりますると、さまざまな甲冑製作が行われ、実用性よりも製作技術の向上を競うようになったのでござりまする。それが分かりやすい例えでございまするな。そしてこちらもご覧くださりませ。ちとたたえは悪いんじゃが、前掛けのようなものがついておるのでござりまする。これは本来平安時代から鎌倉時代の大鎧という甲冑につけられておったもので、鶴走の皮と言われておったんじゃ。弓を引いた時に鶴が胴の小ざねという部品に引っかかるのを防ぐためであったんじゃが、この甲冑の場合小ざねは使われておらず、一枚の糸をつないでおるゆえ、鶴走の皮が必要であったとも思えません。やはり昔のかっこよいパーツは何でもつけてみたかったんじゃろうな。しかしながら時代交渉が完璧というわけにはいかなかったんじゃ。このような復古調鎧というものが江戸時代中期に大流行したんじゃが、実用とはかけ離れておるが、それだけ世は太平であったということがわかりまする。しかしながら久持様こだわりの工芸の技術の粋を集めた最高級品には変わりありませぬ。さて最後に我のお気に入りの部分をご紹介いたそう。我のお気に入りの部分はこちら、兜のてっぺんの玉じゃ。ここは八幡座と呼ばれており、神様が座る場所という意味でござりまする。本来は通気性を良くするために穴が開いており、兜の群れを防いでおるんじゃ。そこにちょこんと宝珠を乗せておるのが、なんだかじわじわくるというか、かわいいのと思っております。さて話はつきませぬが、みなみなもじっくり甲冑を眺めてお気に入りの部分を見つけてくださりませ。続いてご紹介いたすのはこちら、島津久俊像にござりまする。
こちら都の城島津家21代当主島津久俊様の肖像画にござりまする。一目見てお若い姿と思いまするが、久俊様は18歳の頃に亡くなられたゆえ、このようにお若い姿が残っておるのでござりまする。見れば見るほど美男子で、大変品の良い顔立ちでござりまする。ちょうど江戸時代中期頃の最も穏やかな文化が花開く頃であったのを、本日はこの肖像画を見ながら武士のファッションについてお話をしていきたいと思いまする。まずこちら着ておられるものは素袍と呼ばれる武士の正装でござりまするが、そもそも室町時代は普段着として着ておったものが、江戸時代になりまするとこのように大きな家紋をつけた幕府陪臣の正装となっていたのでござりまする。つまり都の城島津家のような将軍の家臣である島津本家の家臣のような武家の正装ということでござりまする。そして座っておるのでちと分かりづらいんじゃが、おそらく袴は引きずるような長袴であったと思いまする。さてちと来季龍丸に来ていただこうかの。来季龍丸こちらに参られよ。何を食べておるんじゃ。イメージしたブラックサンダーでござりまする。この渡したやつじゃな。さて来季龍丸が来ておるものは大門ひたたれというものでござりまするが、素袍とよく似ておると思う方が多いかと思いまする。しかしひたたれや大門ではこのように腰ひもが白布であるのに対し、素袍はとも切れ同じ布であること、そして胸ひもや飾りひもは素袍は革製であることという違いがござりまする。そしてかぶっておられるのが侍烏帽子といわれるもので、こちらは船形侍烏帽子でござりまする。少し複雑な形をしておりまするが、もともとはこのような形で、室町時代になると武士が動きやすく邪魔にならぬようにということで折りたたんで使っておったのがこちらでござりまする。それが江戸時代になってさらにコンパクトに折りたたんでしっかり糊で固めてしまったものがこちらでござりまする。普段はかぶり物をせずに曲げを見せるのが普通であったんじゃが、正装では烏帽子は欠かせぬものであったんじゃが、そして右手に持っておられるのは中景という扇じゃ。畳んだ時に先がこのように開いておる扇で、これも正装に必要なものでござりました。さらに後ろには鎧びつと弓矢が書かれておりまするゆえ、青年漁師として武芸にかける気概を表しておられるのじゃと思いまする。さて我からの解説は以上でござりまする。来季龍丸と我銀千代の解説いかがでござりましたか。皆々もぜひ都の城島津伝承館の方へ足を運んで実際に展示物をご覧くださりませ。本日は最後まで見ていただき誠にありがとうございました。